写真拡大。ヤクルト3の1阪神、29日、神宮球場。今季初の2位、浮上はならなかった。阪神は前夜に今季最多18安打20得点と大爆発した打線が1点、5安打1得点とつながりを欠いた。初回に幸先よく1点を先制したが、2度の満塁機を逃すなど、今季ワースト13残塁の石膏が響いた。それでもまだ貯金1。今日30日のヤクルト戦はきっちり勝って、2カード連続の勝ち越しを決める。2点を追う9回2死2塁。前日に満塁弾を放ったボアが打席に立った。同点弾を願う左翼席では手拍子がヒートアップ。しかし、願いは届かない。保邪飛でゲームセット。今季初の2位、浮上を逃した。打ち疲れなのか、野球界あるあるなのか。2本の満塁弾を含む18安打20得点で大勝した前夜から1点、2度の死満塁から1点も奪えず、5安打で得点は隅1。これで20点以上を奪って大勝した次の試合は4連敗。矢野監督は祭りの後の静けさとなった敗戦を淡々と振り返った。そこに尽きるんじゃない。昨日の逆というか、一本が出ないというのが今日の敗因。今季はなぜか水曜日だけ勝ち星がなく、5試合で4敗1分け。阪神ファンにとってはウェンズデーとなった。滑り出しは良かった。初回1死1、3塁は大山の敵地内野安打で先制。ボアが右前打で続き、一死満塁とした。勢いを感じる攻撃で前夜の再現が期待されたが、決定打を欠いた。梅野と木浪が連続空振り三振。浮き足立つヤクルト先発原を立ち直らせ、5回1失点の好投を許した。6回には2番手梅野を攻め、再び死満塁とした。しかし3番手長谷川に対して近本が浅い差に倒れ、糸井が空振り三振。今季ワーストの13残塁で連勝は2でストップした。今後に不安も残した。糸井は6月終了時点の打率333が同250まで急降下。体が万全ではないとはいえ、7月は月間打率200、0本塁打、6打点と苦しい状況が続いている。矢野監督が2試合連続2番で起用している攻撃のキーマン。一日も早い復調が待たれる。それでも今季は全員野球で借金8から貯金生活まで挽回した。主力の不調は全員でカバーするしかない。30日、ヤクルト戦は、藤浪が今季2度目の先発マウンドに立つ。矢野監督は、敗戦を引きずって野球やることはないし。慎太郎、藤浪も気持ちよく向かっていってくれたらと思います。蓄積した鬱憤は、結果で晴らす。